はい、どうもこんばんは。ワッフルですけどね、今日はねご質問いただきまして、後期高齢者用電車移動運用機材っていうのねちょっと考えてみたいと思います。よろしくお願いします。まずお便りいただきましてね、東京がね50ワットをね、出す機材ね、冷たい430 FM とあとオールモードオールバンドでね遊ぶっていうのでね、僕電車移動が多いんで電車、新幹線乗れる状態ですね、で持っていけるようなこんなパッケージングがありますよっていうのをね動画出してるんですよ。あとこれをねいろんなハムの集いでも展示しててね、結構いろんなねものをねぶち込んでね、6メーターのアンテナとかも持ち歩いてね、結構FB にね遊んでるんですけどね、その動画を見た方からねいただきました。ものすごい機材量でさらに着替えに洗面用具が加わる。そうですね、僕も機材プラス着替えとか入れてますね。で体力のない後期高齢者には無理そう。新幹線というよりマイカー移動かな。しかし運転免許を返納したらこのスタイル、ではこの機材量を半分以下にするにはどうすればよいのかな。後期高齢者用に鉄道移動アマチュア無線シリーズで次にこのテーマお願いしますということでねいただきましたんで、やらせてもらいますよ。よろしくお願いします。で僕50ワットをねそのねスーツケースにぶっ込んでどうやってるかっていうのはねこちらの動画をご覧くださいね。はい、概要欄にリンクありますと。で2メーター430の FM の50ワット機とあとオールモードオールバンドの10ワット、まあこれ IC705 なんですけどね、この2台とアンテナ一式といろいろ持ち歩いてると。あとバッテリーですね。で機内持ち込みスーツケース、今いわゆる機内持ち込みサイズですねをフルにぶっ込んで20キロぐらいあると思いますね。20キロだったら飛行機乗れるんですけど、ただバッテリーがね飛行機の制限オーバーしてるんで飛行機には乗れないです。飛行機乗るときは荷物は別荘します。でそのね着替えとか洗面とかね、あと仕事道具とかね、そんなも別にリュックで持って行ってますね。で半分にするっていうことなんで、10キロだったらね後期高齢の方でもねコロコロで行けるのかなと思ったんですけど、でここでねまずね必須なものをなくてもいいものねちょっと分けてみましょうか。で移動運用なんでないと困るものとしては、無線機で動かす電源、電波出すアンテナ、つなぐケーブル、喋るマイク、これ電源でもいいと思うね、キーでもいいと思うんですけどね。あとアンテナを立てる機台はいりますね。で電源っていうのはバッテリーだと思うんですよね。で電源のケーブルもいります。これケーブル忘れてね運用できないってことはよくありますね。であったらいいのは高性能のアンテナ、これ例えばヤギアンテナとかね、僕だったら50メガのデルタループとかね、そんなの持ってますね。で、ないならないでなんとかなるっていうのは、ハムログとかやる PC ね。これ最悪紙に書けばいいってことですね。で、ポイントは何を諦めるかなんですよね。だから自分の体力と相談して、私は12キロ持てるんだったら、これ無理だなっていうね。キャンプ道具とか登山道具と一緒ですね。絶対あったらね、みんな便利なんで全部持っていきたいんですけど、全部持っていくと破綻すると。だからそれ経験上ね、分かってるんで、いろいろ諦めないといけないと。でまずね 50W の出力はねもう諦めましょう。バッテリーもでかくなるし、ね、無線機もでかい、アンテナもでかくなるんで、 50W はねなしでいいですと。あとねヤギアンテナもちっちゃくなるやつもあるんですけど、結局ねヤギアンテナを支える機台とかいろいろ考えると、ヤギもなくていいかなと。いわゆる垂直系のアンテナの方がね立てやすいんでね、ヤギもやめときましょうと。でそんな電波の時変わんないんですよね、実はね。はい。あと更新ログも PC なくても紙に書いておけばいいし、僕スマホにいつも入れてるんですよね。パソコンない時はスマホのメモでやってますと。あと運用する時間の長さですね。僕は13時間ぐらい運用するんですよ。朝8時から夜9時とかね、それぐらいやるんで、バッテリーがね、山ほどいるんですけど、2時間1本勝負とかだったら、ちっちゃいバッテリー1個で済むんで、その辺も決めといてくださいと。で、このね、質問の方はね、多分ね、これがいいよっておすすめを求められてると思うんで、それ紹介しますと。無線機は IC705 か FT818 みたいなね、ああいうオールモード、オールバンドでちっちゃいやつね。で、10ワットぐらいがいいと。で、今ね、パワーデリバリー給電ケーブルって便利なものがあるんですよ。昔アマチュア無線って専用のね、電源として鉛バッテリーとかね、持って行ってたと。担ぎ上げで持っていたと思うんですけど、今ねモバイルバッテリーのパワーデリバリーの端子にこの給電ケーブル つけると15V とかね出してくれるんですよね。で結構なねパワー出るし、PD 対応のモバイルバッテリーもね割とね安くて、高容量のやつがあるんですよね。
21,000mAh ぐらいで1万円ぐらいで買えるかな。僕アンカーとか他のメーカーとか3社分ぐらい持ってますね。そのいわゆるモバイルバッテリーね、あの爆弾みたいなやつじゃないやつね。で、あのこの2つの無線機をおすすめするのは理由があって、あのコネクタがね M 型じゃなくて BNC なんですよ。で BNC のケーブルだといろいろはかどるんで、僕 BNC ね結構好きなんですよね。だ BNC のコネクタの50メガの水平ダイポールとかそういうのもいっぱい持ってるし、あと RHM8B ね、ここに書いてありますけど、これも BNC なんですよ。で RHM8B さえあればもうかなりのバンド出れるんですよね。で SG7500 みたいな1メーター以下で分割できるモービルホイップアンテナもいいですね。この場合はあのね、機台がどっかで M を BNC に変換してくださいと。で1メーターのアンテナって真ん中で分割すると50センチになるんで、まあ、ギリギリねスーツケース入るんですよ。僕も SG7500 とか9500とかをね、7300、まあ、あのとりあえず1メーターのやつを半分にしてスーツケースに斜めに入れてますと。で HF やる人は場合によってはカウンターポイズ必須になることもあるし、まあ、そもそもねどっかにアースを落とさないといけないんで、カウンターポイズとかラジアル線とかね持っていってくださいと。あとはマグネット機台を使うか三脚プラスアタッチメントにするかですね。三脚もね、あの軽いやつでいいです。あのアンテナが小さいと重たい三脚いらなくなるんで、結局アンテナをシンプルにすると三脚も小さくなると。でそこにあのアタッチメントね、あのまあ、あの対応にね、あの第一電波とかで売ってるあのね三脚にアンテナつけるやつ、あんなんでいいと思いますけどね。まあ金具で自作してもいいですね。で三脚の方がねマグネット機台もだいたい軽いんでいいと思いますね。でまあリグによってはね、例えばあの IC705 に L 型 あのアンテナ機台つけて直接やってる人もいるしね。そしたらあのね機台いらなくなるんでいいですね。818もなんか縦に置いてそのまま M 型ねつける、あ今ですね BNC つける人もいますね。でとにかくねシンプルにねやりましょうと。であのちょっとアドバイスというかね、もう僭越ですけどね、そのね先輩 OM の皆さんにね、トラブルでね無線ができなかった時のことをちょっと考えておきましょうと。あの諦めるって手があって、あもうしょうがないなと、今日はじゃあちょっと、ね、いい景色を山の上で見たからもう帰ろうとかね、あせっかくここまで来たから美味しいもの食べて帰ろうぐらいの切り替えができるってのは一ついいと思いますね。あとね僕はあのいつもね念のために重くならないハンディー機を一台持ってるんですよ。でカバンには常に YASVX3 は入っていて、あとはねアイコム IC S10、 僕 S10 ですけど T10 とかね、あれ11時間とか電池持つんで、あれ持ってればとりあえずハンディー機でちょっと遊べるんですよね。で更新できるできないは置いといて、まあ、無線はしたなっていうんで気は済むんで、ハンディー機1個持っとくっていうのはいいですね。まあせいぜい 300g アップぐらいなんでね。でまあそのね後期高齢者 OM ということでね、あのまあ末永くアマチュア無線ね楽しまれてくださいと。でまあ欲張らない樽を知るってことです。もうそれはね諸先輩方ですから、もうね僕に言われるまでもなく、ご了解いただいてると思いますけどね。まあまずはね FB なねアマチュア無線ライフォーということでね、まあ、僕からの提案ですけど、あのねあの荷物だったらね別にねあの普通のバッグにも入ると思うんですよね。コロコロ入れなくても、ただ三脚がね長いんですよ。三脚とねあのモービルホイップアンテナが長いので、僕はスーツケースに斜めに入れてますね。三脚もね5000円ぐらいのスリックのやつでね、軽くてね4段ぐらいのやつでね十分使い物になりますからね。またねあの個別にね、あじゃあどの三脚がいいのとかね、そういう紹介もしますんで、またコメント欄へねご質問くださいとね。この動画参考になりましたら高評価、またねチャンネル登録もよろしくお願いしますということでね、以上で終わっておきますね。じゃああのね後期高齢者 OM の皆さんもね頑張って移動運用で遊びましょうね。免許返納してもまだまだ遊べますということでございました。以上ワッフル JK3OTH でした。ありがとうございました。さよなら73。